ファイターズバッテリーの交代をお知らせいたします。キャッチャー石川遼に代わりまして大野、ピッチャー脇谷に代わりまして宮西。札幌ドームは大きな歓声となっている8回の表です。この回から石川に代わって開幕から2軍目、肘の治療に努めながらリハビリをしていました大野が昇格後初出場ということになりました。さあ、そしてマウンド上には宮西が3番手で上がっています。見たかったですね。宮西はここ2試合ピリッとしない内容、まあ、少し心配されています。いや、そのままの試験攻撃行くピッチャーじゃありませんよ、はい。まあ、監督もそれをよく、ね、ご存知ですからね、この試合展開ここで宮西上がらなきゃどうするんだっていう話ですよ、はい。まあ、今クロッタがいないというそんな中でやはり、まあ、宮西がいなければどうするんだということですよね、はい。その宮西、ただここ2試合、まあ、この間もバファローズ戦の第2戦5回戦でしたけれどもね、竹原にね、ピッチングフォームに硬さが見えるんですよ。あの足を上げた時にガーンと決まりすぎと言いますかね、はい、インパクトまでもっと楽に持ってくれていいんじゃないかと感想を得ましたけどね。外にこれも外れています。宮西は今日がこれが9試合目の登板です。いや、このイングどうやっても投げ切ってほしいですよ、はい。バファローズ戦では3連戦すべてマウンドに上がったんですがピリッとしない内容。フルカウント、見逃しの三振。もうこれ以上ないぐらいのもう自然体の宮西がいますね。ここに中村を三振に切りました。マダムたちが大騒ぎですよ。マダムですか、マダムですよ。関西学院大学出身の宮西直樹です。まだ29歳、まあ7年連続で50試合以上、まあまさにこのブルペンの中心です。さあ、バッターボックスには江川が入ります。まあ、今日は近藤はまだ出場機会ありませんけれども、石川から大野にマスクはスイッチしています。石川もしっかりと2安打で結果を残しました。ワンツーピッチ、上がりませんか。ボーダーライン、今日はね、なかなか取ってもらえません。宮城です。いや、でもね、描いたところに投げれてるんですよね、はいはいはい。ボール1個、さあこれを1個入れれるのか、全くは対角線のね、チェンジアップフォークボール投げれるかですよね。2-2、空振り三振。あ、すごい、2者連続で切りました。さあ、宮西復活の 1-2-3、 8回の表終了、3-1でファイターズがリードしています。今日はしっかりとフォーム調整、見事に戻ってきました。大戸がキャッチングしています。8回の表終了しています。